さんこんにちは。この動画はメタセコイアにあるヘルプのチュートリアル、こちらですね。こちらの入門編 3D モデリングの基本2番のサンプルの読み込み、こちらをやっていこう、そういう動画です。それではクリックして始めます。で、まずクリックするとサンプルの読み込みページになりました。それではこちらを読んでいきます。メタセコイアにはいくつかのサンプルオブジェクトが用意してあります。今回はその中からサイコロを読み込んでみます。メニューのファイルブラウザを呼び出すと、ファイルフォルダをサムネイルで一覧表示するファイルブラウザが表示されます。ファイルブラウザの上側にあるお気に入りボタンを押し、サンプルモデルを選んでください。サンプルとして収録されているファイルが一覧で表示されます。これはですね、画面の上にあるメニューバー、こちらのファイル、こちらをクリックします。そうするとファイルブラウザというのが出てくるので、これをクリックします。そうするとウィンドウが出てきました。で、こちらのお気に入りですね、ここをクリックします。そうするとサンプルモデルというのがあるので、ここをクリックします。あ、出てきました、一覧表ですね。で、次に行きます。ちょっと読みにくいんですが、ダイスを選ぶと右側にビューが表示されます。プレビューですね。プレビューには模様は表示されないので、表面は真っ白で表示されます。この状態で開くボタンを押してください。チュートリアの通りだと、ここですね、ダイス、これをクリックしますと、こういったものが出てきました。そして開く、ここですね、ここをクリックします。そうするとダイスが出てきました。じゃあ次へ行きます。ちょっとなんかこう、ここと違うんですよね、見た目が。ちょっとこれおそらく私の想像だとここだと思うんです。表示、ここをクリックして、視点パネル、ここですね、ここをクリックします。そうするとこういうウィンドウが出てくるんですけど、ここの初期化ってありますよね、ここをクリックしてみます。直りました。前にちょっとなんかこういったことがあって、こういうふうに直すんだっていうのを発見したんですよね。ちょっと直してみました。あともう一つちょっと違うところがあるんですけど、ここの写真ではこの軸にメモリがついてるんですよ。で、私のにはメモリがついてないんですよね。で、これもちょっと調べてみたら、理由が分かりました。で、その理由っていうのは、私が今使ってるこの、メタセコイアのソフトは無料バージョンなんですよ。そして有料バージョンになるとこういったメモリが出てくるみたいなんです。おそらくそうだと思います。これはまたここの表示のところ、ここをクリックすると、ここにうっすらメモリっていうのが見えるんですが、ここ EX ってなってるんですよね。他にも EX ってなってるところがあって、これらはお金を払って有料版にすると使えると思うんです。ただ私はこのまま無料版で進めていって、まあ、支障があれば何かその時に考えるというような、そんな感じにしたいと思います。そして進めていきますね。ここに
補足事項があるんですが、メニュー、ファイル、開くからもファイルを開くことができます。標準インストールでは C ドライブからプログラムファイル、そこにテトラフェイスサンプルモデルにサンプルデータがあります。このファイルというのはさっきのファイルだと思うんですけども、あのサンプルファイルですね。違う方法で開くこともできる、それはこのファイルからこの開くボタン、ここをクリックするとこういう感じでこういうウィンドウになるんですね。で、同じようにここに DICE っていうファイルがあるんですが、ただここだと写真がないんですよ。やっぱり写真を見ながらサンプルを選ぶにしても、なんかサンプルを見たいなと私は思うんで、ちょっとここ一旦閉じます。やはり私これから何かサンプル選ぶときにはファイルからファイルブラウザを選んで、ここの方が写真が見えるので分かりやすいですよね。私はこちらの方がいいなっていうふうに思ってます。じゃあここ閉じます。で、最後に他にもサンプルオブジェクトがありますので、いろいろ見てみるのもいいでしょう。他のサンプルを開こうとした時、すでに開いているデータに変更を加えていた場合、数のように質問が表示されるので、ここではノーを選択してください。イエスで選択すると、サンプルオブジェクトが変更を加えた状態の形状で上書きされてしまいます。これサンプルオブジェクトのことを言ってるんですが、もう一回ちょっと開いてみますね。サンプルブラウザーから、で、このサイコロ以外にもこれカメとかクマさんとか、これとか手ですよね。すごいですよね。こういうのを、まあ、自分で見てみてくださいっていう、そういう風に書いてあります。そしてこれ一回閉じます。もしもここに何か手を加えた場合、他の、ソフトを使ってても上書きしますかどうしますかっていうウィンドウが出てくるんですが、ここではノーにした方がいいですよっていうことですね。なぜかというと、これはサンプルパネル、サンプルなので、ここでイエスにしちゃうとここのサンプルも変わっちゃうっていう、なのでここは変えたくないのでノーにしてくださいっていう、そういう意味ですね。これで終わりです。次の動画では3番のビューの視点操作になります。